刻は12時9分を過ぎました。 79.5 FM ナックファイブモナカ、池部愛がお送りしています。さあ今日のゲストはこちらのお二人です。こんにちは、ベリーズ工房の須藤真麻です。こんにちは、ベリーズ工房夏焼きみやびです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベリーズ工房からこのお二人が来てくれました。まず夏焼きみやびさんは埼玉出身なんですよね、はい、そうです、はい。そして須藤真麻さんは東京出身ということで、はい、まあ、これまでナックファイブは聞いたことありました？ナックファイブはそうですね、車の中とか、うん、お父さんと一緒にいるときは、うん、はい、聞いたりとかしてましたね。でも個人的にはあんまり、うんうん、携帯とかではあまり聞けてなかったので、うん、ああそうなんだ、はい、じゃあぜひこれを機会に ね、よろしくお願いします。さてベリーズ工房と聞いてもうねピンとくる人がほとんどだと思いますが、念のため紹介させていただきます。ハロープロジェクトキッズ15人の中から選抜をされ、2004年の3月3日にシングルあなたなしでは生きてゆけないでデビュー。今年3月3日につまりデビュー10周年を迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。長いね、すごいね、10周年って、ね、うん、あっという間だった、はい、なんか正直最初の5年ぐらいは、うん、まあ、すごくやっぱり長いなと思ったんですけど、はい、あとの5年間はスパーって早い、まあ、年取ったからもあるんですけどもうスパーって一緒になんか時が早く過ぎていったなと思いますね、はい、そうですか。その前半5年と後半5年って何か違いがあったんですか？やっぱり最初の5年は、うん、まあすごい例を言うと、はい、ライブとかでの最後の MC とか感想を言うときはもう台本に書かれたことをきっちり言うみたいな、小さい頃だったんで、うんうん、でももうその多分5年前ぐらいからはもう須藤なりの感想みたいな書いてあって、もう自分たちの意見も言えるようになってきたんで、なんかもう本当に大人になったなっていうのもあって、うん、自分たちでこう一緒にやられたことだけじゃなくて、うん、自分たちで作り上げていけてるなっていうのを実感しましたね。あ、すごいね、はい、じゃあもうただ単に与えられたことをやるだけじゃなくて自分から発信してクリエイトする側になってきたっていうことですね。何歳の時からベリーズ工房を始めたんですか？私たちは小学4年生から、うん、小学校4年生から、はい、そうですね。でも、もうやっぱ小学生の時とかは、うん、あんまりお仕事っていう感覚ではなくて、あ、そうなんだ、どういう感覚？部活みたいな感じだったので、うんうん、なんかお友達と会うみたいな感覚でした、うん、最初は。へー、はい、一緒？でもなんか、うん、まあ、部活やってる子も見てて、うんうん、楽しいんだろうなと思ったんですけど、うん、すごくお仕事大好きなので、はい、なんか早くお仕事行きたいなっていうのもありましたね。あ、じゃあもう学校終わって、はい、仕事の現場に行くのが楽しみだったんですか？楽しみでしたね、はい、へえ。さあそんなね、2人が所属しているベリーズ工房ですが、2013年の3月にはタイ、バンコク、そして5月には台湾で単独コンサートを開催し、さらに11月には初の単独日本武道館公演を開催しました。もうただいまワールドワイドに活動中です、はい、いやー、今日はね、モナカの中で、はい、あなたのお仕事ってどんなお仕事ですか、はい、っていうテーマでね、はい、リスナーの皆さんからメッセージを送ってもらっているんですが、はい、今回出した音源のこれ普通アイドル10年やってらんないでしょっていう方の曲、はいはい、まさに自分たちがこの10年間やってきたアイドルという仕事に対しての思いが詰まった曲ですよね。うん、そうです、はい、結構タイトルからして衝撃的だけどインパクト大ですよね、ね、はい、もうベリーズ工房にしか歌えない曲に、うん、本当そうですよね、はい、なってます。いろいろね、気になるところあるんだけど、チヤホヤされていた若い頃、あの頃が少し懐かしいけど今日も歌う大好きな歌、うん、これちっちゃい時と今って、はい、やっぱりこう皆さんからの扱い方って変わってきました？変わってきた、うん、ま、先輩っていう存在が、うん、今はハロープロジェクトでは今、はい、ベリーズ工房が一番最年長グループで、うん、お姉さんチームになってしまったので、はい、なんかこの昔を考えるとやっぱお姉さんたちからチヤホヤというか可愛がられてた、うん、そういうのがあったので、うん、なんか今はちょっと寂しいなっていう時はあります。なるほどね、立場が変わってくるんだね、はい、そうですね、はい、
あとアイドル10年やってらんないでしょ、石の上でさえ3年だよっていうこの歌詞も面白いなと思ってね、はい、聞かせてもらいましたが、はい、ズバリアイドルをやっていていいなって思うことは何ですか。じゃあまず須藤さんから。はい、そうですね、やっぱり人とのつながりが増えたことも嬉しいんですけど、はい、まあ、個人的な話なんですけど、うんうん、すごく名探偵コナンが大好きで、はい、その中に登場してくる怪盗キッド様というキャラクターが特に大好きなんですけど、はいはい、その声優をなさってる山口勝平さんから、はい、ボイスメッセージをいただきまして、お誕生日の日に、でしかもその大好きな怪盗キッド様のお声で、うん、マーサって呼んでいただけたのがもう嬉しくて、しかも iPod に入れて、うん、ちゃんと、もう元気ない時はそれを聞いて元気もらってますね。そうなんだ、はい、そういうね、本当にもう、はい、かけがえのない出会いっていうのは、はい、たくさん経験できますよね、はい、夏焼さんは。私は海外に行けたことがすごく嬉しくて、プライベートでは海外に行ったことがなかったので、はい、このお仕事をやって初めて行った時とかはすごく感動したし、はい、やっぱりその海外に行ってみて、ファンの方、はい、やっぱり向こうの方が私たちを知ってることがすごくびっくりで、行ったことがない国なのに、はいはい、多分ネットとかそういうのを見てくれたのかすごい知ってくれてたので、それはびっくりというか行ってよかったなって思いましたね。一番印象的だった国はどこですか。どこもね印象的だったんですけど、はい、うんうん、タイで、はい、私たちはカバー曲を出させていただいてて、タイの方の曲をカバーしているんですけど、はい、でその曲を歌った時にそのタイの方たちがみんな知ってるからすごい一緒に盛り上がってくれて、うん、こんなになんか学校の校歌みたいにこんな一緒に歌えるんだみたいな、なんかすごく、うん、びっくりというか、うん、盛り上がったんですね。盛り上がりましたね。そうですか。じゃあこのね、せっかくだから普通アイドル10年やってらんないでしょう、リスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います、はい、そしてこの曲を聞いていただいた後、アイドルというお仕事のちょっとここは嫌なんだなというお話をぜひお二人に聞きたいなと思ってます、はいはい、じゃあお二人から曲紹介お願いします。それでは聞いてください。6月4日に発売されますベリーズ工房で普通アイドル10年やってらんないでしょう。今日のゲストベリーズ工房で普通アイドル10年やってらんないでしょう、聞いていただきました。ではここからも引き続きベリーズ工房より、土日も全部アイドルに捧げてきた夏焼みやびさんと須藤真麻さんをお迎えしてお送りしていきます、はいはい、よろしくお願いします。いや衝撃的な曲ですよね。そうですね。いや本当にねえ、はい、もうアイドルを10年やってきたということで、はいはい、アイドル、まあ、たくさんねいる中でももうプロ中のプロ、メリモベリーズ工房はねだと思うんですが、まあアイドルすごく華やかな世界にね周りから見ると感じられるけど、でも、はい、実はこんな大変なこととか嫌なこともあるんですっていうのも絶対あると思うのね、うん、それ言える範囲で全然いいので、はい、言える範囲で、うん、はい、なんかある。マーサは、はい、こうベリーズ工房でハワイに行かしてもらった時に、うんうん、ドッキリを仕掛けられまして、あ、ね、ドッキリか、ドッキリってやっぱりあるんだなと思ったんですけど、いい、ね、全然気がつかなかった、全然気づかなくて、でもそのドッキリがすごく怖かったんですけど、うんうん、そのまあ、みんなで撮影してる時に、うん、そのまあ、指名手配というかその不審者が、はいはい、いるから気をつけてくれみたいな、ああ、そういうなんかチラシみたいなのも渡されたんですよ、まあ、不審者の顔まで見せてもらって、こういう人がいるから気をつけてくれみたいな、でみんなで気をつけようねとか言ったんですけど、でもやっぱり撮影楽しかったから普通にハワイだし浮かれちゃってて、うんうん、わーって帰ってきて、じゃあみんなまた明日ねみたいな感じでみんなでタクシーとかこう大きな車で帰る時にドア開けたら、うん、その不審者が中にいて、うん、ギャーって逃げていって、私ベリーズの母って呼ばれてるんですけど、はい、一番にも一目散に逃げていってしまってそうなんですよ。ファンの人からにしては、え、普通ここはマーサー守るべきじゃないのかみたいな、お母さんみたいな、そうです、ファンの皆様にもちょっと違ったイメージを与えてしまって、うん、悪いことをしてしまったなと思いますね、はい、そんなことがあったんだ、はい、夏焼さんは何かある。私もちょっとドッキリなんですけど、うんうん、寝起きドッキリでカメラを回される時が、はい、
すっごく嫌で、やっぱり私メイクとかすごい好きなんで、あの普段ファンのあのみんなの前に出る時とかもメイクしてるし、あんまりすっぴんって出さないんですけど、なんかやっぱドッキリで、しかも寝起きってすごいひどいじゃないですか。目もすごい開かないし、もしかしたら口だって開いてるかもしれないし、よだれの跡だって、そうですよ、いびきだってあるかもしれないし、わかんないのにそれを撮られていて、でなんかそれをあるイベントでそれもドッキリで流されるっていうコーナーができちゃって、そうだったんだ、ダブルドッキリだったんだね。そうなんですよ。でなんかでも私のはすごいひどすぎたみたいで、あのみんな結構長い感じでポンポンポンって出るんですけど、なんかあ可愛いねとかみんなに言われてるんですけど、私の時だけさって終わっちゃって、一瞬みたいな、私の一瞬みたいな感じで、まあ、それはまあいいっちゃいいんですけど、そのぐらいひどかったんだなと思ってちょっとショックを受けました。そうか、まあいろいろ辛いこともあるよね。さあそんなね辛い経験もバネにして頑張っているお二人からお知らせお願いします。はい、はい、6月4日に先ほど聞いてもらいました35枚目のニューシングル愛はいつも君の中に、そして普通アイドル10年やってらんないでしょの両 A 面シングルが発売になります。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そしてなんと今日ミュージカルの初日だと。そうなんです。本日スタートで5月12日から18日までミュージカルを行います。戦国自衛隊という舞台なんですけども、今回は初めてメンバー全員が男役ということで、すごい、はい、楽しみだね。はい、あのカツラもつけて、お、はい、バッチリ男の子になりきってやりますので、うん、はい、ぜひそんな姿も見に来てほしいなと思います。わかりました。チケットもまだありますよね。あります、あります。はい、はいはい、そしてそ、メッセージが来てますね。はい、彩香さんからです。はい、ゲストのみやびちゃん、まーさちゃん、はい、こんにちは。こんにちは。ベリーズ工房デビュー10周年おめでとうございます。ありがとうございます。またベリーズ工房が武道館のステージに立つ姿を見られるのがとっても嬉しいです。はい、メッセージが来ていますが、はい、そうなんです。9月11日にベリーズ工房2回目の日本武道館でのライブが決まりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみですね。楽しみですね。じゃあこれからも体に気をつけて頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。では最後にもう一曲聴いていただきながらお別れとなります。はい、曲紹介お願いします。それでは聴いてください。ベリーズ工房で愛はいつも君の中に。今日のゲストはベリーズ工房から夏焼みやびちゃんと須藤真麻ちゃんのお二人が来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。愛はいつも君の中で。